今回私がしている作業は、台湾のキムコが50周年を記念して製造販売したスポーツスクーター AK550 のエンジンオイル交換です。皆様もよくご存知の通り、日本のヤマハの T-MAX、 こちらと同じような作りになっているオートバイということが言えると思います。エンジンはフレームにマウント、専用のスイングアームを装備、そして後ろを駆動するというような作り、基本的に共通と言えるのではないでしょうか。という硬いな。とりあえず今ですね、私ちょっとね、まずこのマグネットの下にマグネットの多分ついているドレンがあるんですよ。多分それこれがそうじゃないと思うんですけどね。ちょっとそれを緩めています。硬いね。なんだろうな、嫌ですね。なんとなく嫌な予感がしますね。違うやつ外してんじゃね。嫌ですよね。違うの外しちゃったら大変なっちゃうね。これあれと一緒かな、 KRV もう多分これじゃないかと思います、はい、でストレーナーがあります、エレメントがありますみたいなね、そうです、はい、基本的に BMW と同じものを使ってるっぽい、うん、やっぱりあれじゃないですか、 BM のエンジン作ってますからね、はい、そういったところで、排気量ね550、おそらく別に650でも750でもいいんだろうと思うんですけど、またそういったものもね、うん、ただやはり、まあ、まず BM があるっていうことね、さすがにBM と同じようなの作っちゃうとねまずいっていうのがあるのかもしれないですね。それで、どちらかというと T-MAX の方に、ね、近い感じになってますね、はい、でこれ出力的には T-MAX よりあるんですよ。でT-MAX わざと落としてますよね。ライセンスの関係で、ヨーロッパでのライセンスの関係で、なんか何馬力以下っていうのがあるみたいですね。うん。で、40何馬力でしたっけね。それ以上になると、結局、なんか専用のやっぱりライセンス、まあ、日本でいう大型免許みたいなのが必要になるという兼ね合いみたいですね。わざと落としてるみたいですね。はい、出なかったら、多分 T-MAX であれば、70馬力、80馬力は普通にね、うん、500cc。560ですか、まあ、十分ね出せると思うんですけど、はい、一旦200馬力ぐらいね出せますからね普通にね、うん、いくらスクーターとはいえね、出力は高い方が圧倒的なねパフォーマンスを得られると、思いますのでね、はい、で AK は普通にただ AK もあるみたいです。出力を落としてるやつがやっぱり、うん、出力を落としてるバージョンっていうのがあって、それに関してはライセンスね、うん、それ乗れるっていうね、だから理にかなってる気がします。やっぱヨーロッパっていうのはね、やっぱ日本だと出力じゃなくて排気量で決まっちゃうから、例えば250、まあ250あれか、まあ、400cc でねこう分かれますけど、例えば 400cc の昔のあのレプリカね、59馬力とかあるやつ、あれと SR500 とね、 SR500 は大型免許がなきゃ乗れないのに、まあ、GB500 っていうのもありましたけど、そういうのは大型免許が必要なのに圧倒的に多分速いと思いますから、あっちの方が、昔のレプリカの方がね、それは400だから免許中面で乗れるみたいなね、それもやっぱりちょっと変だなっていう感じはしますよね。出力とかでやってる方がなんとなくね、うん、そうすると250のツーストも乗れなくなっちゃうじゃないかなって話になってる、ね、早いですからね、あれね、異様にね、うん、まあでもなんか理にかなってる気がするんですよ。安全ってことを考えた時に、まあ、出力が高いから危ないってことはないんですけど、うん、やっぱりねスピード出るってことはやっぱりそれなり危険性をね伴うということで、はい、まあ車とかはね、そういう税金とかやれなんだっていうものがあるから、2リッターでね、2リッター以下っていう必ずね、でそれ以上やっぱ出力を出すためにやっぱターボをつけるとかやなんだっていうねやってましたけどね、昔は。今はでもそういうのもなくなって、逆にね排気量をわざと落としてね、ダウンジングさなんどうのこうのかねやってますけどね。そう、
大型トラックとかそうですね、昔は V12 とかありましたからね、 V10 っていう普通、 V10 が普通でしたよね。いつの間にかね V8 もなくなって直六ターボばっかりになったんじゃないですかね。やっぱ燃費を考えるとね、直六ターボになるみたいですね、はい、うん、私が乗ってた、やつも直六ターボだった気がするな、うん、V8 じゃないですよね、直六ターボ、うん、あれ何 cc あるんだろう、1万何千 cc とかですよ、でもね、そうは言ってもね、うん、日産デーゼルでしたけど、乗りやすいんですよ日産デーゼル、うん、乗りやすい。でヒーターミラーがついてるんですけど、あれがいい役目、いい仕事するんですよ、ヒーターミラーがね、うん、ワイパーいらないね、ヒーターミラーがあれば雨粒全部乾いちゃうんですぐ、うん、あれはヒーターミラーいいですよね、曇んないしね、うん、あれは非常にいい、うん、と私は思います。さあそういったところでストレーナーが2つついているようですね、えすごいね、でストレーナー用の穴あれがあるんだ、ボルトが、ハイパフォーマンスエンジンですね、これはね、ハイパフォーマンスエンジン、これね270度クランクでしょ、エンジンかけるとね V2 みたいなんですよ、ちょっとね SV650 みたいな雰囲気があるんですけど、気のせいですかね、ついね鈴木の方に鈴木を感じてしまうのがねまずいですね、これ本来はホンダを感じなきゃいけないんだよ、もっとウルトラスムーズで静かでね、え、これ何精密機械みたいなね、え、エンジンこれ今回ってんのみたいな、それぐらいのエンジンだと、でも面白くないな、それやっちゃうと面白くなくなっちゃう、やっぱりその面白さというのは必ずしもね、あれです、はい、でね、私はこう見えてね、あれなんですけど、今の通知表ってどうですか、昔の通知表はね 5段階評価ね、1から5まであって、で、まあ、3が何パーセント、2と4が何パーセント、1と5は何パーセントみたいなね、5% 以下でしたっけ、1と5は。そういうのが少ないんですよ、1と5ってね、取れるのはね。はい、だから5を取るっていうのも大変だけど、1を取るっていうのも大変なんですよ。そう、1と難しいです、逆にね。うん。だから、絶対評価じゃないから、100点取ってればみんな5ですっていうわけじゃないんですよね。みんなが100点だったとしても、そうすると他のところで何か調べて、やっぱり5は1人しか、1人2人しかいかないとか、そういう世界じゃないですか。ね、うん。そういうね、通知表で、私ほとんど3でしたね。没個性平均みたいなね、そう、それじゃいかんね、ね、でね、いやそれもそれでいいんですよ、やっぱりこの世の中の歯車となってね、地道にやっていく、そういうことを考えるとやっぱり平均っていうのは一番いいで、2と4がちょこちょこしかない、だから1と5ってねないんですよ、本当にないですよ、ほとんど3ですよね、だつまんないね、ある意味ね、まあ見方によってはね、うん、いや別にそれがいけないとか言ってないですよ、だそれはそれでいいんだけど、私の話ですからね、他の話してないですからね、他の人の話はどうでもいいんですよ、他の人は分かんないですけど、ね、で唯一ね、まあいいや、それだからほとんど1はね1回もだから取ったことないんですよ、だ 1すらも取れないんですよ私は、ね、2と4はあるけど、うん、ちょこちょこっとね、で5もね過去にね中学生の時にだけ1回だけ取りましたかね、なんかね取れたんですよ、なぜか知らないけどね、うん、ほら一応テストするじゃないですか、テストでいい点取ってそうしたらそれだけなんです、そうすると 5もらえるんで、他の人がやっぱ少なかったのか、点が低かったのかな、たまたまね、だから過去に1回だけですね、まあそれはいいんですが、で大体ほら学年順位とクラスのね順位とみたいなの書いてある、そのねあれテストの間ね、うん、大体半分なんですよ、そクラス40人ぐらいで大体20番ぐらいな、全部で学年でもやっぱそうなんですよ、平均つまんないでしょ、ある意味ね、見方によってはね、いやいや、いいじゃないかと、それが一番だよという方もいらっしゃるでしょ、まあいろんな、まあ、見方、ものの見方というのはいろいろありますね、まあ、そういった中でなんかね、コメントいただきましてね、個性が強すぎてうざいって、なんでうざいんだよ、お前、ふざけんなよ、この野郎、そういうふうに引っかかっちゃったね、やっちゃったね、なんだ、ね、わざとやってますからね、本当はやりたくないんですよ、私だって、そんな、なんかね。すごくないですかとかやりたくないんですよ、本当やりたくないんですよ、このヘルメットがよ、やりたくないんですよ、やりたくないんだけど、その方が面白いかなと思ってやってるんです、で親切にね、もう少しあれした方がね、そういうのやんない方が登録者数も増えると思います、なんか親切に教えてくれる方がいらっしゃるんですよ、ありがたいですね、
ね、やっぱ個性はない方がいいのかもしれないね。やろうかな、やっぱり。はい、皆さん、こんにちは。バイクショップ何々です。今回はなんとかだって顔出さないでね、ただ撮りながら一応説明してるだけ。そういう動画の方がいいですかね。見る人は増えるかもね。いやいやいや、面白くないでしょ、それ。面白いですか、そっちの方が。いや、動画に面白さなんかいらないよっていう人もいるかもしれないですけど、で、見ていただけてる方がね、いや、面白いって言っていただけるからやってるような部分もあるんですよ。もうないんですか。認めたくないものだな。個性はいらないということ。ねえ、本当に個性いらない。あんまり大きな声じゃ言えないんですけどね。あんまり大きな声じゃ言えないんですけど、うちの相方がね、学生の頃ね、合唱の授業があったんです。合唱の授業が。で、合唱の授業でやるでしょ。そしたら、うちのがね、先生に言われたらしいんです。何々さん、合唱に個性は必要ありません。みんなに合わせろと 言われた。日本の教育っていうのはそういうですかね、個性を主張しちゃいけないね、いらない、それが日本の授業ですよ、ね、平均化する、周りに合わせなさい、ね、そうですね、その方が喜ばれるかもしれないね。そんな個性強いかな。全然まだまだと思ってますけどね。個性強い人いっぱいいるじゃないですか。ね、いますよね。私なんかもう、だって会ったことある人だったらみんな、ただの普通の人ですよね。普通の人なんだよ。別にそんな、別に、あ、どうも、あ、はい、はい、っていう感じでしょ。全然もうね、もうなんか違う、あれ、同じ人、なんか動画の中だとさ、すごくこうあれなんだけど、なんか実際に会うとなんかつまんないって。 さて、やろうかな。これちょっとね、緩めるんですけど、このストレーナーのキャップがアルミなんですよ。だから変な工具でかけるとアルミ傷ついちゃうから、できれば六角ね、六角さんね、六角でいきましょう。十二角のやつ、六角って何言ったら、十二角と六角があるでしょ、ソケットって。六角のソケットの方がいいですね。十二角だと多分傷がいっぱいどんどん入っていくから、何ミリ？17かな。17の六角か。六角さん、これかな。14かな。17かな。これね、六角。フランクドライブです、これ。ちなみに、ね、フランクドライブっていう面で接触させるっていうね。ですよね。スナップオンのね、独自の機構。まあ、今じゃもうみんな当たり前になってますけど、最初ね、スナップオンはすごいね。はい。さあ、少し褒めたところで次行きましょうね。面接触でね。で、これでストレーナー外す必要あるかな。一番最初必要なの、一番最初だけはやっぱり外した方がいいですよね、ストレーナーね。だいたいゴミが溜まってますから。舐めちゃったら大変だよ。あ、なんかね、色がね、なんだろう、何色って言うんだろう。ちょっと緑色チックな色が入ったのが、オイルが入ってるね。ケンゴ広瀬よくわかんないよね。ケアルベは赤いじゃないですか。ね。これ、もしかして変えてんのかな？ね、店でね、やっぱちょっと古いかなって言って、オイルだけは変えますっていうのは、おお、いっぱい溜まってる、ゴミがいっぱい。ほら、ぱい、これオイル吸収してくれるんで。もう一個あるんですよ。ツインストレーナーみたいな。KTM か。KTM もいっぱいついてますけどね。そこまでつける必要あるんですかね。これ違うのかな。両方それがですよね。本当にわかんない。そっか、そんなに、私昔からね、個性は強くない方だと思ったんだけどね。個性強かったかな。いや、褒め言葉だけでは、あんな嬉しいことはないですよ。思わず歓喜、ランプですよね。本当は気づいてんだよ、そんな。うざいとか言うんだもん。ひどいよね。自分、顔出さないでさ、そこでずるいよね。顔出して言わないとね。顔出して言われたらもっとショックだけど、正面切ってね。お前うぜんだよ。うざいって何ですか？それがうぜんだよ。って、ね、言われちゃうよね。そう、この野郎っつって。
えっ、ー、つって、ねはい、あここ開けなきゃダメみたい。やっぱりいっぱい出てきた、ね、ここから抜くんだ。どっちかっていうとこのマグネットの方はそんなにやんなくていいっぽい、うん、こっちこの2つを外して抜くみたい、うん、大きさが違う。ほらあれ一緒、うん、違う組だけど一緒でした、はい、でこっちもやっぱりねありますからこれをね外れたよ、ね、外れたよ、ね、オーリング入ってるから、まあ、たまに何回かに1回は交換した方がいいんでしょうね。やっぱりね、ぜひね AK もし乗る機会がある方ねあったらぜひ乗ってですね魅力を体感していただきたいね。キムコのねフラッグシップ現行はね今のフラッグシップでございます、はい、で日本仕様は最初のやつがずっとね結局あれですけどちゃんと海外が進化してますからね、はい、ものすごいことになってますからそんなことないかな、うん、あんまり、ね、進化させなきゃダメですよこれ、うん、進化させなきゃダメ。そうしないと、うん、圧倒的パフォーマンスにしてほしいな、ね、スーパーチャージャーつけたらどうですか ね、 ねスーパーチャージャーですよ。あ、私ね見たんですよ。やっと見ましたよ。もうなんか放映終わりみたいらしいから見ましたよ。いやたまりませんな。かっこいいね。何の話だろうね。はい。いや、あ、そういえばあれペニーさん、あれペニーさんでしたっけ？何でしたっけ？ね、あれ女優の方が違いますよね。ね、前一緒ですよね。あの方ですよね。役柄、あのいわゆるあの配役としてはね、最初のあの教官やってた方、教官ではないのかな。なんだろうな。ね。ね、すごかった。いや。やっぱりあの一番最初にねあの忍者がねカバーもう泣いちゃいますよね。忍者でねあれ忍者の横に置いてあるのなんですか。マッハですかね。なんかありますよね、はい、で途中からほら H2 になるじゃないですか。 H2 乗りたくなっちゃいますよねあれね見るとね。なんかね買おうかなとか思っちゃうんですよ H2 ね。IBS で出さないかな。仕入れてこないかな。200何十万とかだろうけどちょっと無理かな。まあいいや、そうね、そうなると。で、ほら、ポルシェがね、あれ、何でしたっけ ?356、何でしたっけね、なんかそれが911になって。面白いですよね。バイクの方は、どうバイクの方は、その東京ね、世界最速。まあ、当時は忍者ですよ。ね、900、GPZ900 あるね。で、今、H2 が最速なのかな。まあ、H2。はやぶさ、はやぶさも早いと思うけど、まあ、H2 か。ね、まあ、H2 っていうね、ありますけど。そしたら、でもほら、車の方はね、ほら、ポルシェの、あの当時ももう旧車でしょ。で、ほら、911は今となったら旧車だから、ね、変わってるっていうのも面白いですよね。あと、あれが面白いですよね。あの、スポーツ。何でしたっけ。昔はほら、ビーチバレーでしたけど、ね、今回はあの、アメフト。うん、ボール2つ使うやつね。あれも面白いですよね。はい、なかなかね、ちょっと、少しね、変わって。まあ、内容的には大体一緒見て。あの流れとしてはね、まあ、似てるんですけど訓練して最後なんかねあのミッションをやるっていうところではね、はい、いやでもあの泣かせますよね最後ね。大丈夫私こんな喋って大丈夫なのかな。ねえやっぱりあの最後にトムキャットでいいですか。ホーネットだね。ホーネットが大体あれですけどあのあれホーネットですよね。 F18 ってね F18A ホーネットですよね。ホーネットでやっぱり最新のやつを出さない、やっぱりホーネットじゃなきゃダメなのか、それともやっぱり最新のやつを出さないっていうのはやっぱりそういうちょっとやっぱり軍事機密みたいなのがあるからあんまり最新のはちょっと出せないっていうのがあるんですかね。うんね、コックピットとか映すだけでね、いろんなことが分かっちゃうだろうから、うんちょっとそのあたりはね、私もよく分かりませんが、ね、いやトムキャットで泣いちゃいますよね、やっぱりね、はい、ねあれはなんかあの昔 なんだろうな、そういうのありますよね、古いやつのものっていうね、うん、そうだよな、ね、いやだってほら最後バッシュ乗ったでしょ。それ関係ないか。それ全然関係ない、ねうん、そういうのありますよね、うん、いや
よかった、うん、ちょっとねだいぶやっぱり昔のあれじゃないですけどね主人公がね昔のマーヴェリックはイケイケでしたからねちょっとね控えめですかなり控えめな感じがしましたけどまあ年齢が年齢だからね設定的には何歳ぐらいの設定なんですかねだって60じゃまずいでしょうね60で現役でね戦闘機乗ってるっていうのもすごいいやサンタ鍛えればやっぱりね、うん、多分肉体的には20代とかなんですかね本当にすごいですよね日本だとねヒロミ号なんかすごいらしいですよね肉体年齢もねかなり若いらしいですからね鍛えてるとねさてそんな、余計な話もそろそろ、終わりにしてですねあそれでエレメントも外さなきゃいけないねエレメントも外さなきゃいけないんだね、まあ、とりあえずトレーナー戻そうかな、ね、これ戻していきましょう ねすごいねやっぱりこうなんていうんですかねやっぱりハイエンドっていうかねそのメーカーの最高のバイクっていうのはちょっといいですね何でもそうですけどねこういうの、まあ、例えばほら、NC30 とかね、まあ古いですよ、はっきり言って。もう30年前だから。30年前のバイクなんだけど、そんなに古さ感じないんですよね。カチッとしてるしね。全然、もう、すごいですよね。びっくりした。うん、びっくりした。久々にね、車検、うん、2年前じゃないけど、なんか触った前に触った時こんなにうわ、やっぱすげえなと思わなかったけどね、そんなには、うん、今触るとまたやっぱり違いますねうわ、これすげえなと思いましたね、うん、やっぱすごいよ、MC30、ね、一緒だ、一緒です、M16 っていうタイプね、はいまあ、BM も一緒だし、あとKRV も一緒だね。AK も一緒だね。はい、よかった、ね。同じものが使える。また専用のものが必要なんだよね。マグネットもいっぱいあれがついてた。うんまあ、スラッてつきますよね、マグネットもね。よし。で、まあ、30何ニュートン。32ニュートンだったかな。それぐらいなんですよ、確かね。これ BM と一緒だからね。ただまあ、手でいいでしょう、ね。テトルクはね、テトルクが、あれの方は、あれなんでこれ入りが悪いんだろう。あれやってくださいね。トルクレンチでね。おお、いいじゃないか。そして、これね、変わってる。変わってるなんか変な配線が通ってるんですよ。オイルヘッドの下をなぜか1本。この配線は何ですか？ギボシがここについてるの。だからこれ抜くなんでしょう。違うのかな。ここで抜くことを想定してるんだと思うんですけど。いやーなんで。あ上になるわ。あ上にもいけるわ。上にした方がいいよね。なんでこう下通してるのかな。これ触っエレメント変えてないでしょ、ね、変えるわけないもんね新車なんだからね一応ねでエレメントはですねあれと一緒です BMW の F800 とかと一緒です R1200 もそうかなですのでこれですねこれこういうやつこうポツ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 ってねこれがちょうど合うはずです多分ただ特にですね私このあれで合ってるんだけど結構クリアランスがあるんですよクリアランスがあって結局うまくいかないってなんかあれっていう時ありましたね
入らない、なんで。そんなに強く閉まってないので、ね、分かんないから今回純正頼みましたよね。ただ一緒か、 K&N も高いからね、下手したら純正より高いからやっぱ純正が一番いいですか。あ、今度から BM これ使おうかな。キムコ純正使いますからね。全然いいですよね、うん、っていう感じでですね、そうエレメント外すためにはアンダーカバー外さないといけないですね、うん、3本で止まってますけど、ここでね、でもそれ外して、うん、作業すると。 K&N ももし使う場合はキムコ純正より高いけどね、まあ、実売価格っていうのがあるから、まあ、あれかもしれないですけど、まあ、でもうちの場合はもうどちらにしてもメーカー希望これ高くなっちゃうんで一緒ですけど、だからキムコの方が気持ちやすいかな。100円ぐらいするんじゃないですか。変わんないですよ、あんまりね。うん、まあ、K&N のやつ使います。そうすればフィルターレンチを使わなくて済むんでね。でも初回外すのはどうしてもフィルターレンチが必要になっちゃうから、困っちゃいますね。オイルエレメントをこう、これやっぱりヨーロッパタイプなんですよ。こう分厚い、こう断面が真っ平らで、断面というのは断面がこう四角状のやつね、長方形になるタイプですかね。これ変わってますよね。これが普通なのかもしれないけど、日本だとオーリングじゃないですか、細いね、オーリングに入っててね、ちょっと考え方が違うんですよね、向こうとね、こっちはね。でこれ外すのに、これ日本語でも書いてある、すごいよね、キムコなのにね。プレミアムフィルターズ HF164、 あ164って書いてある。これあれと一緒ですったら、もう本当に、うん、そう、一緒一緒、日本語で書いてあるのすごいね。うん、ね、コーション、これはまあ英語では書いてある、ね、これは普通ですよ、ね、で交換時の注意、カートリッジのパッキンにオイルを薄く塗布してくださいって書いてます、ね、カートリッジ締め付けトルクは 0.8 から 1.2 キログラムメートルで締め付けてください。エンジンを始動してシール面、ツール面にツーになってるけど、分かるの、カタカナでこうね、こうなって、シはこうじゃないですかね、そうですよね、うん、取るわになってる、締め付け取るわ、トルクじゃないな、これ取るわだな、表記がおかしいよ、これ。のオイル漏れを点検してくださいね。トロ。あれ？トロは？トロはって僕聞いたことある。あれですかね？何でしたっけ？なんとかウィング。よし。私よく見てないんですけど、あれ全部。毎回なんかね、なんか途中まで見て、なんかよくわかんなくなっちゃって、やめちゃうんですよね。なんとかウィングね。好きな人います？何がいいですか、あの王道以外で。やっぱりあれですか、 G ですかね、ね、武闘伝 G、 何々 X っていうのありますよね、サテライトシステムみたいなね、 X、 WX って最後出てくるでしょ。もう X はまあいい、 WX が出てきた時ビビりました。もう WX って言ったらやっぱセリカですからね。何の話か分からない方はすいません。分かる方は分かる方で、何言ってんだろうねこの人はと思うかもしれませんが、はい、という感じですね。あと新しいオイルエレメントをねつけて、で、オイルを入れて、ここからね、でエンジン入れ終わったらエンジンかけてちょっと見てね、漏れがないのって、でとりあえずオイル交換は完了。そしたらあとは外装を、メーターが来たらメーター付け替えて、で点検して、で外装もう OK だったら外装全部戻して、あと試乗、一回り試乗させていただきまして、で、完了という感じですね。はい。長々とね、本当に申し訳ない。初めからメーター意識で交換の方がいいんじゃないのって言ってやればよかったですけどね。
てっきりあの液晶のパネルの部分だけじゃねえのかと思ってね、うん、話し合いでやったんですけどダメで、で本社に聞いても本社はやり方が悪いっていうふうにしか言ってくれないからね。そうで、ああそうかっつって、でいろいろ話をしてたら、あじゃあ実際にそっちの車両で接続できることを他の車両で接続できることを試せばいいっていうことになるじゃないですか。そしたら、あじゃあこっちのあのいわゆる広報車ね、試乗車1台はまあ多分残してあるんですよね。その広報車のメーターじゃあで試しますかっていうんで、それでやってみたらちゃんとしてるじゃないですか。ちゃんとなるねっていうことで、じゃあメーター変えましょうっていうことになったんですよ。初めからもういいや、メーター変えて、もうメーターも変えるよって言えばですね、何でもかんでもみんな変えちゃえっつって、ね、オッケーっつ、よくわかんないんだよ。何がいけないのかもわかんないよね。だから結局ね、うん、困っちゃいますよね。しかも車両ほらそんなに出てないから、これ結局だそこですよ。あと使わない人もいると思うんですよ、うん、スマホつないでね、そう使わない人もいるだろうから、そうなっちゃうともうね、うん、34.2kW ありますね。マックス 395kg でございます、はい。タイヤはメッツァが標準にでついてございます。 AK550 でございました。それではまたエンドロールが流れるといいんですけどね。